います。卒園した松村みのりちゃんのお母さんとそのお友達のバイオリン横付き会っていうお名前のバイオリンのチームの皆さんです。では拍手。では、ご紹介はまた後ほど詳しくするとして、まず1曲目、静かに聴くマリコちゃん、素敵な曲です。ベートーベンのメヌエット。あ、用意はだいたいいいでしょうかね。はい、はいはい、ではよろしくお願いいたします。バイオリン横付き会っていうお名前なんです。
ですけど、なんでこの名前がついたのか、ちょっと曽根さんに聞いてみたいと思います。そうですか、横好きって知ってます？うん、知ってます。なんか普通に好きじゃないんだな、横に好きなんだから、まあ、あんまり上手じゃないかもしれないけど、みんな聞いてねっていう感じです。だからね、パパ横好き知ってる？知ってる？横好きってあなたです。そうです、横好きです。あなたの、はい、趣味でやってます。お仕事とは別にこういうことをやってます。みんなもお楽しみ会やなんかで、ね、何かを合奏したりするときに、初めはね、ちょっとうまくできないと思うんですけど、みんな一生懸命練習して上手になって、みんなに聞かせるものとか作りますよね。そういうことだと思います。みんな一生懸命練習していますよっていう意味のお名前だと思います。では、次です。次は静かなまる子ちゃんから。